藤田、奥の中島を使いながら松田力、そして中島そのまま打っていった。中島も J1 初ゴールはゴラッソ。すかさずセレッソ同点に追いつきました。まあ、福岡のディフェンスが少しこう深くなったところで思い切ってね、まあ、体重がかなり乗ってましたし、コースもまあギリギリのところですからね。いや、すごい一撃でしたね。まあ、ここまでシュートをやっぱこう振り切れるとい